田の公式練習では塩田誠一郎、そして酒井優太郎、この2人が非常にいいタイムで走っておりました。ヤマハカデットオープンクラス、はい、ありがとうございます。さあ、そんな中でヤマハカデットオープンクラスは初参戦メンバーが3人、ゼッケンナンバー5番秋山剛介、そしてゼッケンナンバー32番の坂口正宗、ゼッケンナンバー52番の荒木勝、この3名が初参戦ということになります。中でも初レースのメンバーもいるということになります。さあ、その初参戦メンバー、グランデに混ぜてどんなレースをすることができるのか。さあ、そして塩田総一郎、シーズランキングトップのドライバーです。ここまで出るレースは全て優勝を飾っているというドライバーで、先日行われました SL 全国大会でも見事優勝を飾っているドライバーです。さあ、塩田総一郎、このプラガのカートに乗り換えてからも本人このマシーンが非常にフィットしているということで、負けなしと言っていいぐらいに素晴らしい走りを見せてくれる塩田総一郎です。さあ、そんな塩田総一郎に今日は強敵が現れています。先ほどの公式練習で素晴らしいタイムを叩き出していたのが坂井隆太郎。もうこの坂井隆太郎、皆様お目にかかるの久々ではないでしょうか。なんと言いましても、このドライバーはですね、現在イギリスでシリーズ参戦を行っておりまして、なんとですね、現在イギリスのシリーズでランキング3位についているそうです。日本のこのドライバーがイギリスでも活躍しているというのは非常に嬉しい、そんなドライバーが久々に日本に帰ってまいりまして、レース参戦となりました。さあ、その坂井隆太郎がやはりいいタイムを出しているが、それを少し上回っているのが塩田総一郎。さあ、そこに3番手タイム、山田太陽もいいタイムを出してきた。浅沼幸太郎も先ほどの公式練習からいいタイムが出ています。その後ろには吉浦博、武藤正奈はその後ろ、秋山も今回初参戦ではありますが、かなりいいタイム、7番手タイムをつけています。そんな中でも飛び抜けているのが塩田総一郎。タイムトライアルは残り時間1分。さあ、吉浦博がタイムを上げてきた。いやいや、この数でどんどんとメンバー44秒台に入れてまいりました。これで44秒台が3人、その中でも塩田はトップを保っています。塩田総一郎がトップ44秒786、2番手には坂井隆太郎が44秒908で2番手、吉浦博も上がってきた。吉浦博もこの第4戦、前回のレースで非常にいい戦いを見せてくれたのは記憶に新しいです。それでも前回も塩田が非常に速かった、それに何としても追いつこうとして追いつけなかったのが吉浦博、今日は何とか追いついていきたいところです。さあ、現在3番手タイムの吉浦博、おっと、ここで新谷翔馬も4番手タイム上がってまいりました。さあ、もう間もなく時間いっぱい、どこから前回を振られるか。さあ、戻ってまいりまして、こちらは荒木はもう一周となりました。戻ってまいりましてチェッカーとなります。さあ、最後のあっと今4コーナーで機体接触コースは、ストップしましたが、なんとか復帰はできそうです。どうでしょうか、マシーンに何か損傷がなければいいんですが。さあ、戻ってまいりましてチェッカーとなります。塩田と坂井が並んでチェッカーを受けていく。さあ、坂井隆太郎が最後の、こちらは坂井隆太郎が4周目でタイム上回ってます。44秒737ということで、坂井隆太郎がトップ、塩田総一郎のタイムを上回って坂井